今回は Google の無料の翻訳ソフトのご紹介をします。 Google の最初の画面の右上のところに6つ丸がついてますけども、これは Google の無料のアプリですので、これを左クリックするとこの中に翻訳というのがありますから、これを左クリック。これが初期画面です。これはパソコン版なんですけども、まあ、実際使うのは携帯が多いと思うので、携帯は後でご紹介したいと思いますが、基本的な使い方は同じです。今回はテキストだけを用いて、日本語から英語、英語から日本語というふうな翻訳を音声入力でやってみたいと思います。音声入力するにはこのマイクのボタンを押して喋って、もう一遍マイクをボタンを押すと止まりますので、まず日本語で入力してみます。マイクボタンを押します。皆さんおはようございます。マイクボタンを押すと止まります。入れた音声を聞くにはこのスピーカーマイクを押すと、皆さんおはようございます。というふうに日本語で喋ります。英語を聞くにはこのスピーカーを押すと、Good morning, ladies and gentlemen.というふうに英語で喋ってくれます。これ逆にするには、こうやってもいいんです。ここを押してもいいんですけども、こう一遍消して、英語で喋ってみたいと思います。Good morning, ladies and gentlemen. 止めました。再生してみると、Good morning, ladies and gentlemen. 皆さんおはようございます。というふうになりました。まあ、通常は日本語から他の言語に変えるのが多いと思うので、日本語に戻して、このソフトのすごいところはですね、この下矢印ボタンを押すと、まあ、こんなに対応してるんですよ、Google さんっていうのは。で、今はまあ、話題のウクライナ語ってありますから、これでどんな言葉か知りませんけど、ちょっとやってみたいと思います。皆さんおはようございます。ウクライナ語で聞いています。Доброго ранку, пані та панове。というふうに、まあ、初めて聞くんですけども、ウクライナ語で喋ってくれるし、これはちょっと書きにくいけどもね、ウクライナ語でも書けるということになります。日本の夏は非常に暑いですけど、いかがお過ごしでしょうか。というのはウクライナ語では、Літо в Японії дуже спекотне, але як у вас справи? これすごい便利ですよね。こんな風にしてちょっとした会話なら、日本語からその相手の国の言葉に変えてくれるという、これが無料だというのはちょっと信じられないんですけども、なおかつ対応している言語がこんなにあるということで、ちょっと中国語も聞いてみようかな。中国語ってなんか2つあるんですか。これ押すともう変えてるんですけども、日本的夏天很热，但是你好吗？というらしいですね。もう一つはどういうんだろう。こっちの方は、日本的夏天很热，但是你好吗？というらしいです。じゃあこれで、もう使い方は携帯と同じですけども、まあ簡単な会話なら、この無料のソフトをご利用されてはいかがでしょうか。携帯の翻訳ソフトを立ち上げます。テキストを入力と書いてあって、今は日本語から英語になってますので、音声で入力してみます。おはようございます。止めると英語グッドモーニングです。再生してみますと、Good morning. グッドモーニング。こっちはおはようございます。こんな感じで日本語から英語にできました。これを
英語をやめてモンゴル語、もう早速変わってきてますけど、再生するとモンゴル語での音声出力は対応してませんって書いてあります。こういうふうに携帯で音声で簡単にできますので、ちょっとした会話で通じないときは便利ではないでしょうか。